2023年9月10日で、広島市ドイツ語ニュース号外でございます。昨日ですね、弊社主催の、半藤大樹先生、俺の中のライオン講演会 in 広島祇園ウィズカフェ、ありがとうございました。まあ、今回はですね、まあ、少しね、値段設定高めて、お値段設定高めですけどもね、コーヒーとね、ケーキを味わいながら、しっかり、憲法のね、勉強するという試み。まあ、初めてのね、弊社ではね、初めての試みでございましたけれどもね、皆さんありがとうございました。まあ、ほんとね、今回はね、改めて日本のね、この教育内容のひどさ、これをね、再確認しました。ね。例えばですよ、憲法上ね、人権を守るのは国民の義務ですよ。国民のね、義務。なのに、小学校の、あ、ここ、国の義務ですよ。人権を守るのは国の義務ですよ。国民の義務じゃない。国の義務なんですよ。なのにね、小学校の社会のね、教科書ではね、私たちみんなのね、義務になっちゃってるんですよ。うん。それでもちろんね、いじめをしないとかね、そういうのも大事ですけどね、それはそれとしてね、人権が生まれながらにしてね、あるわけです。そしてそのね、個人の人権をね、国がね、守る義務がある。こういう基本を教えないとね、結局、政治に対する向き合い方もね、これおかしいことになっちゃうわけですよね。うん、だから教育からしてのおかしい。だから、文部科学省の指導要領からしてもね、おかしいということになるわけですよね。うん。あ、そもそもね、指導要領とかね、こういうものがね、またね、おかしい話なんだけどね、本当のこと言っちゃうとね。うん。要はね、市民が市民を教育するっていうのが日本の教育なんだけどね。うん。あれですけど、まあね、とにかくね、広島瀬戸内新聞ではですね、あなたの手に政治を取り戻し、広島とあなたの大改革、広島庶民革命、まあね、これはね、広島、一環としてね、まあ、総理やね、知事にね、舐めないね、広島県民。こういうふうにね、呼びかけております。まあね、次期ね、広島県知事選挙、広島市長選挙、そしてね、国政選挙を前に、強い有権者、そして生活性を育てる教育、これを提言してまいります。うん。やっぱり大事だ。まあ、その一環としてね、今回のようなね、半藤先生のね、講演会な、みたいなものをね、折に応じてね、開催をしていきたいと思います。そしてそのためのね、様々なイベントの開催、またね、署名を含むね、請願権の行使等もね、これね、呼びかけているところで、ございます。またね、皆さんね、本当にね、総理やね、知事にね、舐められない、これ県民にならないとね、本当にね、本当給食の問題なんかもね、そうですよね。結局ね、やたら安くね、委託するとね、うん。生徒のことはどうでも安く済めばいいみたいなね。そういう考え方でね、法要にね、委託してね、結局ね、法要が潰れて。まあ、広島県内だけでくれ、全国にご迷惑をおかけするという結果にもなっちゃうわけですよね。うん。やっぱりね、県民がね、知事に舐められているというところがね、やっぱり根本問題ですね。まあ、岸田総理がね、やっぱりああいう暴走しているということは、やっぱりね、広島県民が舐められちゃってるということです。本当にね、総理や知事にね、舐められない広島県民になりましょうと。まあ、そのためにもね、教育を変えていくということとね、やっぱり、ね、しっかりね、ガツンと、物を言っていくということ。皆様にね、呼びかけていきたい、行く、予定でございます。それでは皆さんね、今週もね、またね、またね、そこにもね、また、追加でね、書いていきますけれどもね、いろんなね、イベント等にね、もうね、また、ありますんでね、また、ご参加いただけるものにはね、ご参加いただくというかね、ご興味のある方はね、ぜひね、参加していただければ幸いでございます。最後までね、また、ありがとうございました。まあ、今週もどこかでお会いいたしましょう。失礼いたします。